初心者によるピクシー解説始まるよ。というわけで、どうも皆さんこんにちは。マドロックガチャでトークン40枚溶かしたゆずきゆかりです。スルマキマキだよ。残念ながら3週連続は成し遂げられなかったので、ついにリサチケ落ちしたピクシーを私の独断と偏見で解説していきたいと思います。一個人の感想だから真に受けないようにしてね。いつも通り固定コメに試合の開始時間を載せておくので、武装の解説やテクニックの紹介は必要ないという方は飛ばしてください。今回はこれらの順番で解説していきたいと思います。まずはじめに武装についてです。ピクシーは射撃武装にブルパップマシンガンと90ミリマシンガンを装備することが可能です。2つの武器の特徴を簡単に説明すると、ブルパップマシはよろけが取りやすいが瞬間火力が劣り、二丁マシは逆に瞬間火力は高いがよろけが取りにくい性能になっています。双方とも一長一短あるので、どちらが良いと断言することは難しいですが、安定して当てられてよろけも狙っていけるブルパップマシをおすすめしますね。ここで一つマシについてのテクニックをご紹介します。マシンガンでよろけを狙うときに先にブレを当てるとよろけを取りやすいというものです。これを使うとマシでよろけを取りやすくなり、対マンでの立ち回りが有利になるかもしれません。とは言ってもピクシーでマシを使う機会が少ないので、あまり意味はないかもしれないですけどね。次にステルスの使用について軽く説明します。ピクシーのステルスは 100m まで有効で、だいたいこの距離までがギリギリですね。レーダーの半径が 300m なので、3分の1の範囲内には入らないように注意しましょう。さらに射撃や格闘で攻撃中はステルスの効果がなくなるので、ステルス行動中に攻撃することは禁物です。最後に下角キャンセルについて説明します。これは下角モーション中にブーストでキャンセルできるというものなんですが、難易度も難しく実戦では早々使用することはできないので、こんなものもあるんだな程度に覚えておいてください。ちなみに前後左右どの方向へもブーストすることは可能です。リクエストがありましたら詳しい方法の説明動画を出す予定なので、どしどしコメントをください。下角キャンセルを使えるようになれば敵のタックルを誘発して、こんな感じで戦うことができるようになるかもしれません。わざと N 格闘を使って連撃の下角をキャンセルすれば騙しやすいかもしれませんね。あまり近すぎてもキャンセルする前にカウンターを取られてしまうので、気持ち広めに距離を取ってから下角を出すのが良さそうです。解説は全て終わったので、早速試合の方へ移っていきましょう。待たせたな。開始。それではやっていきましょう。今回はカスタムマッチ、エースマッチ、5対5、400コスト制限のお部屋だよ。フレンドさんとの紅白戦になっています。味方さんと通話しながらやっているので、敵支援機の居場所を教えてもらって積極的に裏取りしたいですね。お、ちょうど味方からの無線が入ったようですね。敵弾キャノンをビル上に発見しました。至急撃破へ向かってください。了解しました。ゆずきゆかり、ピクシー、裏取りへ向かいます。どうかご分を。無事に敵の同業者とは会わずにここまで来れたね。元コマンドのゆかりさんにはこんなことお茶の子さいさいですね。無線の通りビル上にいるようなので、裏に回って強襲しましょう。やけに長いジャンプため時間。もうちょっと短くしてくれればスムーズに動けるんですけどね。邪魔するよ。ピクシーはこの瞬間が気持ちいいのじゃ。最高級のレンコンをゲットだ。味方さんの援護もあって、幸先よく支援機を撃破できましたね。あとは横から味方さんの援護をしていきましょう。下角は FF しそうなので N 角だけで追撃します。ピクシーの下角は範囲も判定も強いから FF にはよく注意しないとね。ヒー、ランダムさん守って。汎用機を盾にするチキン強襲機の鏡。あ、やられちゃった。弾力ミリしかなかったみたいですね。煙の中からこんにちは。判定の強さに頼ってぶっ破するのは良くない。お、敵支援機がリスポンしたみたいですね。カンパチさん、そこの汎用機は任せた。くれて煙幕を焚きまして、スラスターで近づいてタックルを誘発して。ランダムさん、本当にとことん優秀なピクシーの下角だね。伸びが良いのでオーバーヒートしてる時に出しても当てられるのが非常に強いですね。さすがに2度も同じ手には引っかかりませんか。ですが N 角も射程が優秀なんです。やったぜ。珍しくユカリンがちゃんと強襲機の仕事をしてる。もちろんです、プロですから。あ、
その格闘当たるんですか。さっきまでの威勢はどこに行ったのやら。ぐんぬ、このベラザクさんとは相性が悪いみたいですね。気を取り直して第2陣行きましょう。左側は遮蔽物が全くないので右の通路から裏に回りましょう。移動してる時にダガーを出してると目立っちゃうからバルカンヤグレを装備しとくのが良さそうだね。スタンバイスタンバイゴー。プ敵さんは裏取りされてることに気がついてないみたいですね。背中がお留守ですよって今頃気がついても遅いのです。裏取り大成功。逃げるんだよビューティースレイさんありがとうってカウンターもらってる。カウンターをもらわない背面に回ってカットしましょう。ガンキャノンさんナイス追撃。パッと見支援機はまだいないみたいなので裏へ回っておきましょうか。今更だけどエースマッチだから撃破はあんまり取らないようにしないとね。ピクシーでエースになるなんて笑いもしませんからね。ミリ残しして撃破は味方さんに譲るようにしていきましょう。ちょうど運よく敵支援機がリスポーンしたみたいですね。飛んで火にいるなんとやら。残念ながら今の季節は真冬です。落とせはしませんでしたが十分に削れましたね。撃破は味方さんに任せて下がりましょうか。ガンキャノンは BD3 さんがお越しに行ってくれたね。私はその援護に行きましょう。あんなところに足が折れてる美味しそうなガンダムが。ウッキー今年は猿年。撃破を譲るとは何だったのか。そこにミリがいたら倒しちゃうのがチンパンジーの習性ですよ。調子に乗ってムッパしてるからカウンター取られてるし。追撃は乗らわなかったので脳幹で。運命のタイムリミットまで残り30秒です。まあ味方さんも結構撃破してるから大丈夫でしょ。という甘い考えの時もありました。あの2号機さんは味方に任せて、拠点からガンキャノンが湧いてくるかもしれないので待ってましょうか。エース選出まで10秒です。ちょうどここで待ってれば良さそうですね。やっぱり何かリスポーンしましたね。ですが移動速度的にキャノンじゃないかな。悲しみの向こうへと。知ってた。まだ負けたということではありませんから諦めずしっかりとミリ回収していきましょう。そこのミリを取りたいですね。スーパーマジモジタイム。ここだ。外れ。グヌヌ、ガンダムには当たったので実質当たりです。そうこう、ゲットぜ。孤立してるガンキャノンくんがいますね。こここそグレマシの進化を発揮する場面です。梅原が近づいて、バース読んで、まだ入る。梅原が決めた。ヤッホー、最高だぜ。格闘を生当てするのと違ってカウンターを警戒する必要がないので一方的に攻撃できるのがいいですね。卓の一つとして持っておくのは手だと思うよ。まあ今のようにフリーになることはそうそうないんですけどね。ラッカムパ。同じ手は二度も通用しません。お前に負けるなら悔いはないさ。リスポーンしたらちょうど目の前にガンキャノンが。ここは格闘を振らずにタックルを華麗にする。無敵解除にした格闘で弾かれるんかい。強制噴射を利用してキャノンを避けながら下がります。オーバーヒートしちゃった後はくねくね動いて祈るのに。なんとか許されましたね。うひょう、2号機の殺意がすごい。なぜか追撃に来ないので孤立してる味方の援護に向かいましょう。ガンキャノンさん助けに来ましたよ。ビューティフォー。これは気持ちいい2枚抜き。無事にミリ回収もできましたね。裏に行ってた2号機を倒しに行きましょうか。あれ、レーダーに映ってないね。ビル裏で修理してたようですね。無敵解除に N 卓を合わせて撃破です。そんなこんなで試合終了です。敵味方の皆さんお疲れ様でした。リサチケで交換して10戦目くらいの試合でしたが非常に理想的な動きができたと思いますね。さらに練習を重ねていって野良でも乗れるくらい上手くなれるように頑張ります。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。あざしたー。